今を遡る約100年ほど前のこと日本の古典演劇である能が初めてアイルランドの詩人ウィリアム・バトラー・イエイツの心を激しく捉えましたイエイツは神秘主義者でしたそしてケルトの神話や伝説に惹かれていましたが日本の能の形式それは 古の死者の魂を舞台に呼び戻すという幻想劇にケルトの神秘と響き合うものを直感したのでした日本の幻想劇である脳の最初の英訳テキストをイエイツに紹介したのは詩人のエズラ・パウンドでしたそしてエズラ・パウンドに脳を知らしめたのはボストン生まれのアーネスト・フェノロサでした フェロ,ロサは日本が鎖国を解き、西洋文明を受け入れるために開国した19世紀半ばに来日し、西洋化を急ぐあまり、自国の文化を捨てようとしていた日本人に日本文化の素晴らしさを再認識させ、多くの文化財を破脚から救ったことで知られています。古典芸能のもも風前の灯火でしたが、サは ののの能の名手梅若実に自ら教えをたですフェロノサの死後能の英訳的とは未亡人によってボストンに渡りそこでエズラ・パウンドに引き渡されたのですイエイスは能に触発され鷹の井戸を描きましたケルトの若き王子クーフリンは 絶海の孤島にある井戸に湧く水を求めてこの島にやってきます。この水を飲めば永遠の命が与えられると言われています。しかしこの島には鷹の姓の女が井戸盛りをしもう一人50年も水が湧くのを待った老人がいました。老人はクーフリンに言います。50年待ったが3度だけ水が湧いた。 しかしその時鷹が舞い老人は眠りに落ち水を飲むことは叶わなかったとそしてまさにその時鷹が叫びをあげ、舞い始めますグーフリンは鷹を追い老人はまた眠りに落ちるのです鷹の井戸は武闘劇として1916年ロンドンの海運をキュナード邸客間において 皇太後首相をはじめとした危険の紳士淑女の前で上演されました戦後この曲は日本で能形式の曲高姫として横道マリオにより開作され上演されました今回のパリオペラガルニエ級公演はこの曲が100年をかけて世界を一巡りしオペラ座の素晴らしいダンサーたちと共に 唯一の魂を再び舞台上に呼び戻す試みなのです。果てしない海の彼方にその井戸はあります。果たして我々の文明は永遠の命を与えられているのかは不明です。